湯沢市中心部の空中写真。市街地の西側を南北に、大宇本線が走り、その西を尾物川が流れる。1976年撮影の9枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。湯沢市は、秋田県南部に位置するし、秋田県の南玄関口として発展してきた。 日本有数の豪雪地帯であり、市内全域が特別豪雪地帯に指定されている。小野小町生誕の地である。市の南部を山地が占め、南西は大国森山、南東は高松だけまでを、市域とする。南東の高松だけから流れる高松川が、南から流れる小物川と合流し、東長海山と火山の間を北上し、横手盆地に抜ける。 東から流れる南瀬川が小物川に合流する、周辺が市の北限となる。市街地は横手盆地の南に位置し、小物川の東の山の手、金内沢川の扇状地に広がり、小物川に沿うように北上してきた鉄道、道路網が接続する。湯沢湯の大湯沢市役所湯沢市中心街、警察消防高等学校特別支援学校。 中学校小学校湯沢駅を安京脇の宮温泉ドルイ温泉など各地に点在する温泉地や犬っ子祭り、小町祭り、七夕江道路湯祭りなど季節ごとの様々な祭りなど豊富な観光資源を抱え年間約120万人の観光客が訪れている。現在はインバウンド対策として GPS 機能を利用した観光ナビゲーション、湯沢町歩きなどを活用し、 多言語に対応した情報発信も行っている。岩崎城址象徴堂は北県湯沢市お城様のしだれ桜稲庭うどんありがとうございます。